軍医総監。レントゲン技術の日本への導入に貢献したほか、軍人医学の発展に寄与した。幕末の藍津若松城下で、藍津藩藩士の葉書に生まれる。母親戦争の敗戦により一家は離散したが、兄の直政は弁護士となり、姉は旧藍津藩士で検事となった、小原浅忠に嫁ぎ、小原夫妻の養子が小原忠である。東京帝国大学を、 最優等で卒業。大学院で外科を専攻し、作り場に指示する。在学中に、教里で発生した、万代山噴火の際は、三輪の厚広と共に、現地で負傷者の救護に当たった。大学院を卒業し、特発脱走に収さむってで、医学博士号を授与される。陸軍二等軍医時代に、不評、第二十三連隊に勤務していた羽墓は、旧薩摩半半死で上司の、 第六師団長、野崎貞澄の娘と結婚した。羽賀は旧男次女に恵まれ、男子は、医師、賢治、宝兵将校、騎兵将校、陸軍軍医、司会となり、長女は、長持源氏に嫁ぐ。伊藤尾の羽賀信政は戦死した、陸軍大佐である。日清戦争では、 重装の研究を行い、日清の薬大三師団に、おける重層知見と題して発表を。この論文は日本のみならず、ドイツでも発表され高い評価を得た。1896年ドイツに留学し、レントゲン資料を私費で購入。日本へのレントゲン技術の端緒をなす。帰国の際は、シベリアを短期横断にした。日露戦争では、第五師団。 この絵師団を呼び、第一師団の各軍医部長として従軍し、赤痢に感染した皇族軍人の主治医を務める。陸軍軍医学校校長、朝鮮総督府委員長を歴任し、1915年2月、軍医総監に昇進した。慶場医学専門学校長を務めて1921年1月、予備役編入となる。なお、芳川、 共闘の育成組織地消会の評議員を務め、また、日本外科学会発起人の一人である。明治の末年、当時の陸軍次官、石本新六は羽賀を、赤十字病院長に押したが、医務局長の森林太郎が激しく抵抗する。森は、山形有友に働きかけ、さらに、桂太郎にも工作する。こうした動きを知った芳賀は、文書で森に反撃するが、 陸軍大臣、寺内正武は森を支持し、平井正隆氏が病院長に就任した。この出来事には、軍医の人事権を医務局長が保持する背景があった。なお石本は順調周派と言われていた人物である。レントゲン危機器の日本への導入経緯について、陸軍,軍医学校50年史には、以下のように記述されている。この出来事は1898年のことであった。 ハガ教官ドイツ留学中、ドイツ陸軍軍医防につきレントゲン光線に関し、高級し、その下科学上における驚異的成果を見て感じる、ところあり、将来私学において、重要なる位置を占いむべきを期し、貴重に先立ちて、これを購入し、本校研究資料として、その機械装置一切を送付す。の実に本邦におけるレントゲン装置輸入の創始にして、当時まだ、 東京帝国大学以下大学にすら、本気の備え付けなく、特筆に値するの事実なりとす。第四編陸軍組学校時代44ページ、羽賀組結婚願いの件、レントゲン写真五点天皇の件、古陸軍大佐、羽賀信正が4名以下一位の件、古海軍大佐日野木屋、竹吉泉孝秀編、日本近現代医学人名事典医学書院、2012年、 ありがとうございます。